We're back. Of course, anybody watching live, it only been gone for like a second, but yeah, we need to get out of the trash compactor. Well, it's not really a compactor, it's a garbage room, but we need to get out, so. Let's investigate the big black box first, shall we? ここ。お前は誰だ？怪盗。怪盗か。私はソフィア、人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前は？ジョーカー、覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どうなった？何があったんだ、ジョーカー。は、我が輩に何か用か。Maybe in another series, yes. 猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。てかそういう問題かよ。私はソフィア、人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない、記憶が消えてる。消えてるって。お前二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって？手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか？ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人、人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ？いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口？地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうするジョーカー。そうだな、いつシャドウに襲われてもおかしくない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ
放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからねえように気ぃつけろ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧きやがった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。な、ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは人に優しくないの。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗だ。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ。気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれジョーカーよくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうするジョーカー。オーケー、よろしくなジョーカー。それと猫と骸骨。誰が骸骨だこら。骸骨ってかただのヤンキーだけどな。てか我が輩この姿は猫じゃねえし。ジョーカー。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんだ。よし慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。ソフィアがいる。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもり。ってお前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、あれはまさかペルソナか。
お前たち何者だ。怪盗団を助けると約束した。悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。よし、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。いや、そういう話じゃねえだろ。んなことよりよ、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな。今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし、つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。ああ、頼りにされる。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力には注意しておけよ。敵の気配は感じない。安全だ。あれ調べてみないか。宝箱発見。開けてみよう。ジョーカー、中身は何だ。Okay. やあ、気になった場所は調べてみようぜ。研ぎ澄ませ。何か使えるものがあるかもしれん。見える。まあまあの収穫だな。研ぎ澄ませ。敵シャドウ出現だ。弱点をつく方法はスキルだけじゃない。Yeah!
新技だぜ。敵もスキルを使ってくるぞ。とうまく避けてくれ、チョーカか。そのあたりジャンプすれば届きそうじゃないか。シャドウはいないみたいだな。気づかれてはいないようだな。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗だ。できれば正面からやり合うのは避けたい。階段の方行ってみようぜ。これ役に立ちそうじゃね。あそこからぶら下がってるものを見ろ。 Yes, I... おい、そういうのはただ。よし、敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。やるじゃねえか。よし、残りの敵も片付けんぞ。来い、食らえ。また一つ技を学んでしまった。よし、勝ったな。まだ油断すんなよ。つか行き止まりか。あそこ、あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。見つけたぞ。しつこい奴らだ。お前に敵に出すのだ。撃ち抜け。おお、ペルソナを手に入れたか。お前の敵が仮面になった。なんだ今の。敵の姿や力を仮面に封じ込め、新しいペルソナを得たんだ。へえ、面白いな。
in there. Pretty sure that's the mini boss level. Yeah, what's up? Tikka! Okay. Joker, さっきのペルソナの力。ペルソナ歴史いただいていく。ここだ。うまい。今はあのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。やっはっクラッチ行くぞ来い食らえ Burning all my SP, but it really doesn't matter. I'm not sure that this is the end of the boss area. これでしまいだ。新技引いたぜ。おっしゃ。息切れしてないか。体力はこまめに回復しておこうぜ。He's been doing pretty good with that, except you're really low on SP now, thanks to me. And I'm almost out of it, so. シャドウはいねえみてえだ。行こうぜ。待て。ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ。さっさとここからおさらばしようぜ。あそこ。奥に続いてるな。行ってみるか。いや、今は脱出が最優先だ。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待って、どうしたソフィア、何か見つけたか。感じる、あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとって、お前、出口はこっちだ。ついてこい。おい待て、ソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。The basement, or the, I guess the subway. ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つうか、なんだあれ。大丈夫。ここは外に通じてる。通じてる。ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのかそれ。信じろ、ジョーカー。 Yeah. 話がわかるな。
お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？たくしょうがねえな。うわ、何する？こんなとこに置いてけっかよ。とにかく俺らと一緒に来い。わかった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ、せーの。ああ、戻ってこられたみたいだな。ジェイルから帰還しました。お疲れ様でした。ジェイル？それよりあいつは？ソフィアはどうなったんだよ。それらしいのは見当たらんな。おい、ちっこいな！いるなら出てこいって！こんな人混みででかい声出すな！呼んだか？今の声、ソフィアか？どっから聞こえた？ここだここ、ジョーカーのスマホ。だよっ。うわぁ、なんか出てきた。ん？二人とも着替えたのか？お前、ソフィアなのか？そうだ、私だぞ。というか、お前は誰だ？我が輩はモナだ。こっちの世界じゃ、猫の姿をしてる。モナ？お前が？タヌキじゃなかったのか。違うって言っただろ。つか、なんでスマホに映ってんだよ。なんでって、私は AI だから。 AI？ AI ってあの賢いやつか。ふたばが言ってただろ、人工知能だ。マジかよ。このスマホのおかげだ。光の中に投げ出されてジョーカーの匂いを追ったらここだった。匂いってモルガナかよ。 AI だからこのスマホの中にデータとして移動してきたってところか。要はそこに住んでるってことかよ。狭いが必要なものは。こっちはいい。スカルも来るか？もう突っ込む気力もねえわ。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。そうだな。だがむやみに動いてもまた捕まるだけだ。パレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そしてまたとんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。そうだな、こ
ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。このスマホから出ていく方法もわからない。これ居候仲間だな。まあみんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか。いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。ふーん、面白そうだな。That's where we should cut this part of the recording. Or not. I guess we'll finish the conversation first. つまり、ヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっと、すげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ。この目で見てきたからな。我が輩だって目を疑ったぜ。なんせまんま認知の異世界だったからな。分かったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかくそのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな、百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞ、ソフィア。よっ、怪盗団。え？なんじゃお主は。私はソフィア、人の良き友人だ。この子がソフィア？すごい、本当に喋ってる。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。ふん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 。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に愛しさと心強さを感じる。え、そこ？つうわけでこいつがソフィアだ。よろしくな。すげえ、ガチで意志持った AI とか、オーバーテクノロジーすぎだぞ。な、言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠。よろしくね、ソフィア。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私は桜双葉。まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそろ。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか双葉、一番仲良くなれそうだよな。誠、春、杏、ユウスケ、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。ああ、そっか、説明してなかったな。へえ。敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで俺は坂本龍二。猫がモルガナで、こいつが。なるほど、覚えた。その本当に
AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい、見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなっててわからない。人間で言えば記憶喪失ってところ？思い出すのは難しいのかしら。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすがこんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ。それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。ああ、気にすんなソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな、あの異世界パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはずじゃん。そう思うよな。でこいつの出番ってわけだ。それはエマ？ああ、どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあエマってヤバいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。それに私まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。とその前に、後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな。こいつは解析のしがいがありますぞ。痛くしないからな。大丈夫かこれ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。はっ。え、何、どうしたの？京都旅行の野望はどうなる？それに俺の肉は？肉ってキャンプのこと？
残念だけど延期だね。己不可解な異世界、このホックスが甘すぎりにしてくれる。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。つけておこう。さてと。I cut off the YouTube recording because it's a long recording, but cutscenes be cutscenes. There wasn't a pause where I thought there was going to be. So, for anybody watching the recording, this is where this episode's going to end. And we'll pick off right from where we left off. Dealing with this, this new jail problem we have. So, yeah, until next time. For those of you on YouTube, see you in the next episode.